はいどうもドゥッピドゥッピ久保田です。誰ですかそれ。初めて聞いたっすね。違いやドゥピドゥピやろ。いやラストですね。ラストっすね。ようやくようやくですよ。46件目。やばいって。やったって。褒めてってねぎらってってのマジヤバい。ヤバいっす。行った？シングル行った？シングル行って、うん、サウナ後のその水風呂行っての熱い湯、うんうん、行ってまたあの水風呂行ってのあの繰り返しした したらなんかもうおかしくなった、うん、おかしなるやろ、うん、あ無理無理って熱湯と水だけでええねんけどな。あーそうなんですか。熱湯水外気浴熱湯水で俺一時熱湯水熱湯水熱湯水ってやってた時あってさ。あー青蔵であれが一番飛ぶけど良くないと思う体に。あもう飛びすぎる。デュッピデュッピしすぎる。サウナやってシングルやって熱湯やって拾えよ。デュッピデュッピいちいちもうええからいちいち拾えからいちいち拾ってくれ。というわけでラストライブ行きまんにゃわ。東京都会行こう。荷物をまとめてどっか行こう。俺がアポロ今東京に上京。ヒーというわけで来ましたね。これもゴロゴロしてイントロバーン流して着いたら歌うっていう感じです。もうね準備してる時間も決心をやんで今日はもう写真とかサインとかなしで歌って即帰りで歌ってもらいます。じゃあラスト46カ所目東京編行ってみましょう。ほら楽しむガッツリ。おい、相葉さみなさみなだりと
の時見てる先感覚しがいのオリジナリティ十二万俺がトポリチョ朝が来るまで俺たちはみんな宇宙にな一緒のとこにな一緒に来れば天国はここにな47都道府県路上ライブツアーファイナル46カ所目です。路上では最後8月26日にナンバーチでワンマンするんでもしよかったら皆さん遊びに来てください。お願いします。ロコスビッグウェイブ平成生まれのミネムアポロン老若男女問わず耳にかせようぶっ放せ弾丸のブローエイヨー癖になるプレミアム今ピカシャリーミニアバーランクロー夜から出るハスの花のよう8人は多分アリルエビバリコーショー期待してるぜでかい未来この胸に別に根拠はないでもいける気がする俺に乾杯サボってるわけじゃねえよあいつらの話がくだらねえよもうやめよ俺は俺でいいよ8月26日みんなナンバー8で待ってるぞありがとうございましたこれで終了ですすいませんお届けします田中さんです。終わりました。お疲れ様です。いや終わりましたね。終わりましたね。シミがすごいけど気にせんと行くわ。46カ所回りましたよ。いや、やりましたね。いや、えぐいね。このスタイル良くなかった？いや、これ良かったっすね。俺もあの手前からさ、行くで、もう行くで、行くで言うてバーンイントロ流してガー行くのめっちゃ気持ちよかった。なんかスッとできて良かった。いや、そうっすね。うん、良かった。結構15分以上もだからできたんで。できたな。よかったよかった。もうアポロスタイルまで歌えたらいいと思ってた。でもちょっとオーバーできて、布団歌おうと思ったら来たから、メーデーだけアカペラで行かせてもらって、なんかちょうどよかったね、サイズ感も。よかったっす。人も結構来てくれてたし、さすが渋谷。渋谷っすね。いや、でもよかったっすわ。振り返りますか、ちょっと。振り返りますか。46。まあ、高知から始まって、初めはね、しっかりご当地のご飯とか食べて行ってたけども。だんだんあまりの忙しさに、てかまあ動かれへんとかな。あとやっぱ俺風呂好きやから。そうっすね。で初め風呂屋行ってなかったっすね。そう、行ってなかった行ってなかった。漫画喫茶のシャワーだけとか。そう、ほんま漫画喫茶で行ってたしな。途中からやっぱ体おかしくなってきてな。そうっすね。無理やってなって、もう最後の辺とかサイコロも全く振ってないしな。いや、ね、やっぱね、時間がないっすね。そうそうそう、やっぱ連絡取り合ってみたいなのもあるからな、はい、そう、だから九州編とかはほとんどあんま取れてないと思うんですけど、まあまあまあそういうこともあって、長く出てたしな、あれも2、3週間出てたし。でまあ最後横浜東京いい締めになったんじゃないですか。止められたけど、なんかちゃんと終われた気がします。でもみんな感動してましたね。あ、嘘、めっちゃ良かった。へえ、嬉しい。でまああとは8月26日のワンマンですから、もう今リハしまくってますから、毎週6時間以上やってるから、多分これ生バンドでフルバンドでワンマンっていうの初めてなんで、すごい、多分すごい仕上がりになると思うんで、オープニングからぜひ期待してほしいですね。はい、楽しい。いや、絶対やばい、やばいことになると、まあ、音もな、この路上に慣れてる音とはもう分けたちゃうからボワーン来るからね。でもこの2つでやりきった、こいつらほんま頑張ってくれたよな。ありがとうやで、ほんま、マジでこいつらがマジ頑張ってくれた。頑張ってくださいね。やっぱレベルアップしてる感がすごく、なんかやっぱ編集してて昔とか携帯やったじゃないですか。やばい。もプロップすんのもさ、一回画面こう開けなあかんけど横になってるからさ、こう一回こうやって開けてみたいなプロみたいな。だいぶ進化してるよ。だいぶ進化してる。で、俺のセットっていうかこの内容も、この後半2箇所でもう最高に仕上がってたと思うわ。
ようやくそのちゃんとプロップした後の次の曲もセットしてるからでやってる最中にまたもう次のやつセットしてるからプロとかバーンって終わってもすぐパンって BGM 流せるみたいな、はいはい、でああ皆さんどうですかみたいないけるみたいな、なんか分かってきたわ、完成された時には終わってたわっていう感じで、で最後のマイメンは浩平、まあ、キースケーターとよく来てくれましたが浩平も ねめっちゃ来てくれたんで、よしありがとうございます。です。誰やねん。怖いねん。どう？どうやった？どうやったって。よかった。どこが思い出に残ってる？鳥取。ああ。あれか。みんな来た時やな。そうやな。そうやそうや。あのカッシーさん来てみんなで飯行った時やな。で雨やったっすよね。雨。初雨やんなあれが。初雨ですね。雨やったな。大変ですね。そう。歌ってた後ろからどんどん入ってくるやつな。うん、あせやな、それでスピーカーちょっと調子悪なったみたいな、あそうそうなんですよ、そっから雨ビビってたなあれ、いやマジでいろんなことあったで、今パッて出てけへんけど、まあ、大寒波の時にノーマルタイヤで山越えてるしな俺らもうあれは変態っすね、うん、いろんな人とも出会ったな、出会いましたね、おばあちゃんちも行ったしな、でもそれが一番濃くないですか、うん、濃かった人との出会い、やっぱいろいろあったな、うん、なんかこれをきっかけに来てくれる人とかもおったし、だファンの人も何か所か追いかけてくれる人とかおって、そういう人らも思い出できたんちゃうかなって思う、うん、なんか5年後とかに、あ47夏いなみたいな、路上ライブみたいな、なりそう、確かなんか濃さがあった気がするな、うん、まあ、こうやってね、レゲエアップでちょっと47回りましたけど、まだまだ足りないと思うんで、これからどんどんやっていきたいと思います。とりあえず8月26日、ナンバー8で皆さん会いましょう。絶対後悔させんから。待ってます。